この野郎、任務を失敗するくらいなら俺が死んだ方がマシだってのか。決断を迫られて、あの時は怒ってる。俺は何なんだ、データか。お前にとっちゃ全て0か1なのか。ああ、めっちゃ怒ってるやん。お前にとっちゃ人間はその程度か。生存率 89% って書いてる。承知しています。私が計算ミスをしたためと。うるせえ、ふざけた口聞きやがって。ほら、来い。なぜこんなことを。おい、こら。お前も仲間だろ。黙ってろ。協力してるつもりでも、奴隷には変わりない。黙れと言っただろ。奴隷か。ほら、行くぞ。そうか。RA9 を救いよ。おい、待て。うわ、うわ、うわ、うわ。嘘だろ。RA9 を救いよって言ったな。それなら死ぬ方がマシってか。結局、オーサンドの仲終わったかい。だから機械は。助かっとるかな。生存率 89% やから俺は犯人逮捕の方に行ってしまったのだが、これは間違いだったのかな。不安になるじゃない。ルパートが飛び降りた。くぅ、今回も。でもまあまあ、まあまあマシだったんじゃない。コーナー編にしては 70% だもん。はぁ、難しいに。まだ11月6日。お、マークス編。マークスがでも今のところ一番いいところまで来てる気はするけどね。めっちゃ見られてる。あなたたちは逃亡者。君と同じだ。俺はジョッシュ。サイモンだ。ノースよ。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたのか、うん、仲間のみがジェリコを見つけられる。なるほど。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。うんうんうん。俺たちが自由に暮らせる場所はジェリコだ。隠れていることについて。どういうことだ。ジェリコはアンドロイドが自由に生きる場所じゃないのか。俺たちは自由さ。理想とは違うけれど、もうご主人様はいないんだ。なるほど。誰のものでもないんだよ。うん、ジェリコについて。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。そういうことやんな。自由な場所とはいえ隠れて暮らしていることになってしまうから。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。自覚。自分は自由だと思ってた。でも主人の望むものだったに過ぎない。これからは自分が何者かは自分で決めないと。うんうんうん。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。なるほど。ルーシーに会って。ルーシー、きっと助けてくれる。ルーシーか。あ、怪我してるの、もしかして。ほー、めちゃくちゃ調べるとこあるっていうか、それぞれの人とこう喋っていけるような感じになってんのかな。火を起こす。ライター持ってんねんな。よいしょ。ファイヤー。勝手に火起こしてしまってすいません。火起こしたら人集まってきてん。話す。あら、もうなんか潰れかけてないか。僕ひどい状態だろう。うん、どうして。診断プログラムもう動かない。そうなってくるんか。アンドロイドでも動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか。車の後ろに縛り付けられてね。人間の暇つぶしさ、うん、シャットダウンするのは。うん、いや、死にたくない。くそ、潰れかけか。でも周りのアンドロイドから奪うわけにもいかないし、廃棄場でもない限りあんなに都合よく部品って落ちてないもんな。
なんかルーシーっぽいけど、もあっち行きたくないな。まだちょっと早い気がする、時間が。時間というかタイミング。火を起こす。さあ、どんだけ何個火を起こさすねん。で、火を起こすことで何が変わるねん、ふんで。そこに人が集まってくんのか？人というかアンドロイドだけど。暖を取る必要ってないだろ？あ！人間は死ぬことを怖がっている。君もでしょ？死んだ後はどうなるの？さあ、僕にはわからない。私は数秒で死ぬわ。あなた名前は？マーカス。マーカスね。うん？会えてよかったわ、マーカス。どうする？記憶？こういう死に方なのね。衝撃が、衝撃が、衝撃がすごい。もうマジで作った人の想像力に感服。あら、子供？あ、さっきの人じゃん。子供？子供アンドロイド？確かサイバーライフに子供アンドロ型のアンドロイドあったよな。いらなくなったからって捨てられたのさ。ここに来るまで路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど。シャットダウンね。じゃあどうするんだ。みんな、うん、ゆっくり死んでいくんだよ。足りないんだ。ゆっくりシャットダウンしていくんだ。結局足りないんだね。シャットダウンした人から回収したとしても何かがやっぱ足りなくなるのね。うん、一応火起こしてみる。火起こしてみる。火起こした後なんかすっごいこう今までおったとことずれるのやめてくれんか。わかりづれえからよ。もう子供のアンドロイドとかなんかもやっぱり子供の姿してるだけでやっぱかわいそうだな。アンドロイドだろうがなんだろうが。開けます。箱にはもう何も入ってない。部品入ってたんだろうけども部品が一つも何も残ってないのね。分析しよう。サイバーライフの箱だ。デトロイト、なんとか通り。何それみたいなことになってるじゃん。ルートを計算中。あ、なるほどなるほど。ジェリコを検索する。じゃあまずはルーシーに会いに行くか。あなたがさっきの女の人だね。ちょっとまず火を起こすわ。話せるじゃん。ノース、いつからここに？選択肢あるんだね。4週間と3日と11時間。逃げた時行く当てがなくてね。ジェリコに来るのが一番かなって。部品とブルーブラッドが足りないのに、うん、なんで誰も手に入れようとしないんだ。聞いてよかった。簡単に言わないでよ。サイバーライフのお店に買いに行けっての。それにジェリコを出たがる人なんていない。うん、一体誰がここ？今じゃ誰も知らない。なるほど。誰であれこの船のどこかに眠ってるんじゃない？なるほど。安らぎが欲しいならよそに行けば。あ、いまいちな反応が。終わっちゃった。会話が終わっちゃいました。ノースらしき人があちらにいたので行きましょう。ノースじゃねえや、ノースはさっきの女の人だ。ルーシーね。
ルーシー、どこにいるんだい、ルーシー。もう人々とかもうなんか描写がリアルすぎるよ。あんただろ、どう考えたって。ルーシーさん、あらら、あなたがルーシー。え、座って。ギリギリやん。ん、ルーシーさん、見せて。メモリーか、あ、傷か、傷止めてあげましょう。もう熱くはないわな。ブルーブラッドの ブルーブラッドの無駄遣いになってしまうのかな。飲んで。ブルーブラッドでしょこれ、結局血なんでしょ。これを飲むことで生きながらえるのかな、アンドロイドの人たちは。手を出して。なになになに、ルーシーはなんか違うな。すべて持ち、すべて持ち、すべて失い、はい、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。マーカスのことを言い当ててる。私たちの運命はあなたの手の中に。あら、そこまで。サイモンに計画を提案する。サイモン、ルーシーさん、すごい存在感でしたね。なんかやっぱこう賢者的な、なんかそういう。サイモンってどこだっけ。あ、いた。あ、彼か。サイモン、話があるんだ、ちょっと聞いてくれ。サイモン、どうした。サイモン、修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。おお、武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろう。かもな。でも何もしないよりはマシだろう。やりましょう。試す価値はある。おお、よかったね。わかった、やろう。で、いつまでお前手に片手にライト持っと。え、 100%、 すげえ、ついに 100% だ。イエーイ。カーラが気になるところ、そろそろ。おお、カーラ編。まだ雨に濡れられてる。だよね。大丈夫。逃げ切った後やもんな。きっと助けてくれる。これも感情を持ってるふりをしているということなのかな。そんなことを言ったら人間もそうやからな。人間の感情も作り出されたものの可能性の方が高いな。着いたわ。開ける。ついたわ。どこなんだろうか。
からさまに怖い屋敷やないかい。